シャルル三世の幽閉を描いた14世紀の装飾者本シャルル三世はカロリング家の西フランク王、ロタリンギア王、単純王と呼ばれる。ドイツ語でカール三世。フランスに侵入してきたノルマン人と和解した。両方諸公に嫌われ、廃位され幽閉されて没した。二代目の西フランク王類二世イキツオン王の三、なんとして不王の死後に生まれた。母は、 キツオン王の二人目の妻、アデラ・イード。キツオン王は、シャルルの誕生前に母して、二人のイボ兄が共同で、王位を継いでいたが、共に創生し、885年に、東フランク王国のカール三世が西フランク王を兼務し、シャルルは、カール三世に貢献された。当時西フランク王国は、ノルマン人、サラセン人、マジャール人の侵入に苦しんでいた。 887年にカール三世が失脚した次の王には、885年から886年のノルマン人の包囲からパリを守った英雄、ロベール家のウードが選ばれた。生俗諸侯が力をつけ、王を世襲でなく、選挙で決める時代になっていた。ウードの治世下の893年1月28日、シャルルはランスのサンレミ聖堂で、 ハロリング派のランス大司教古国より性別され、退官した。両派が3年争って後、ウードはシャルルにセーヌ北部を渡し、シャルルを次の王に指名して、898年1月に没した。19歳のシャルルは、ようやく西フランク全体の王になった。911年シャルルは、侵入するノルマン人のチョーロロとサンクレールシュールエプと条約を結び、 ノルマンディ地方を与えて、ドロをノルマンディ公に封じた。ドロは洗礼を受け、シャルルの娘、ジゼルを妻とした。同じ911年、東フランク王国ではルートビヒ4世が没して、カロリング家の世襲が耐えると、ロタリンギアには、親にし、フランクの派閥が形成され、シャルルは、ロタリンギア貴族の侵入を受け、ロタリンギア王となった。しかし、 ロタリンギアへの執着と部下の処遇の不公平などから、シャルルは、ロレーヌ公、ジルベールと不仲になり、西フランク王国の諸公にも嫌われた。そして922年に背かれて敗位され、その反乱を指揮したロベールが王に選ばれ、シャルルは、ロレーヌへ逃げた。923年、シャルルは、ノルマンの兵を率いて、ロベール一世とソワソンで戦って打ち取ったものの、 ロベールの息子ユング大公と娘婿のラウールに敗れ、ロベールの義弟ベルマンドは白エルベール二世に、シャトーイコールティエリで捕らわれ、翌年、ペロンヌ城の塔に移された。ラウールが西フランク王になった。王妃、エドギフは、後のレイ4世を連れ、イングランドの実家へ亡命した。ロタリンギアは925年、ハインリヒ1世がドイツに取り戻した。 シャルルは929年10月7日国死し、ペロンネ城に近いサンイコールフルシー教会に埋葬された。907年、西ザクセンの伯、ディートリヒの娘フレデルナと結婚した。フレデルナの姉妹、マティルデは909年に、東フランク王ハインリヒ一世の二度目の日となった。シャルルは、フレデルナの没後の919年、イングランド王。 エドワード長慶王の娘エドギフと再婚した。エドギフは後に、ベルマンドア家のオモアハクエルベール三世と再婚した。以下の諸氏がいる。ありがとうございます。